まずですね、ミニオンは大きく分けて、キャラクター、NPC のミニオンっていうのと、まあ、モンスターとか、マスコットみたいなもののミニオンかっていうのが、二つ大きく分けるとあるんですけど、それぞれ、ちょっと判断基準が違います。まずモンスターとか、そのマスコットみたいなミニオンに関しては、開発チームの中にミニオン同盟っていう謎の組織があって、そいつらが好きなように、企画をして作ってます。正直言うと僕も、データのチェックに入るまでどんなのが実装されるか知らなかったりします。でもね、開発が楽しそうにやっぱり皆さんが喜んでくれるんじゃないかなってアイデアを出して、一生懸命こう考えて実装したものの方が、何でもかんでも僕が、OKNG ってするより絶対作ってる側も楽しいと思うので、ミニオン同盟の人たちは自由にさせてます。ミニオンにするときは、逆に今度は全て僕の、承認が必要っていう格好にしてます。まずは、やっぱりネタバレを防止したいっていうところが結構大きいです。物語の直後に、NPC のミニオンを入れてしまうと、後から始めたプレイヤーの人、それから今まさにメインストーリーやってる人なんかに結構強いネタバレになってしまう可能性があるので、そこら辺はまず一つ気を、できるだけ気をつけるようにしてます。あともう一個大きいところとしては、まあ、実際にその今、プレイヤーの皆さんが公開で遊んでいるストーリーが、最前線のその状態で、役割をきっとこの NPC はもう終わりかな、ミニオン化してもいいですかってこうチームに聞かれることがあるんですけど、僕ってもうその先、何年も先のストーリーを、メインストーリー書いてるチームと一緒に作ってってるので、やっぱり、まだそのキャラクターの役割が終わってない。ストーリー上まだミニオンとして登場させるには早いっていうものに関しては、明確にまだ彼らの役目が終わったわけじゃないので、今は出さないっていうふうに言って遮断することがあります。なので出てきてない人はまだ何かしらね、あるのかもなって思っていてもいいのかもしれないです。